新聞雑誌に載りました。ありがとうございます。ということですね、どんな感じで載ったのかっていうのをですね、ちょっと紹介していきたいなと思いますね。どうだよ、始まりました。モテチャンネルです。今回はですね、私が、ね、次に新聞、雑誌に載りましたので、そちらを紹介していきたいと思いまーす。やべえ、載りましたよ。はい、ですね、取材受けました。今年は、まあね、精力的にやっていくって言ってですね、見事にちゃんとですね、行きましたので、ね、今回それを紹介したいなと思いますね。で、その前に多分まあ気づいた方もいらっしゃると思うんですが、チャンネル名変わりました。ですね。はい、モリテツチャンネルでしたけど、ですね、モリテツ、イングリッシュチャンネルっていう風にですね、イングリッシュをつけました。ですね。これやっぱり、チャンネル名見て何やってるかわかんないっていうですね、のがすごくあったんで、ランキングとか見てても、やっぱり何のチャンネルかわかんないので、名前見ても。だから、イングリッシュチャンネルってつければ、まあ、英語に関することなんだなっていうのはみんなわかってくると思うので、こちらを足しました。でもマスクしてないから、この、あれもなくしましたので、ですね、アイコンも変わっております。で、そういう形でやっていきますので、よろしくお願いします。どんな感じになったのかっていうのをですね、ちょっと紹介していきたいなと思いますね。まずはですね、朝日新聞の方ですね、朝日新聞エデュアっていうのがあるんですけども、ですね、これですね、はい、こういうふうにエデュケーションに関するですね、ものなんですけども、朝日新聞エデュアっていうやつですね。で、それが第2、第4日曜日発行ということなんですね。で、まあ、見てこう分かると思うんですけど、SRLW とかですね、4技能試験についてですね、伸びました。ですね。やっぱりまあ日本で一番試験受けてる予備校の先生ですのでですね。はい。わざわざ受けに行ってます。6月とかも大変です。試験尽くしですね。で受けてるんですけども、まあそれでですね、ここの、ね、もう開けてすぐ次のところで、はい、私登場しますので。いや、すごいですよ。上、鳥海久美子さんですからね。信じられないですよ。鳥海久美子さんと一緒のページに乗れるというですね。まあとんでもないですよね。はい、そこで、私ですね、民間試験を紹介しています。やつの民間試験とかっていうふうにですね、紹介しています。で、そうです。まあ、実際受けてどう思ったかとかですね、そういったコメントも見れることが可能です。で、オンライン版が、出ていますので、で、はい、リンク貼ってありますのでですね、ぜひですね、そちらを見ていただければなと思います。ね、ぜひぜひ見てください。オンライン版にしか確か載ってないこととかも載っているはずです。まあ、これから、もしかしたらもうちょっとですね、情報、まあ、本当にたくさん話したので、載せきれないって言ってたので、大量に情報があると言ってたんで、まあもしかしたらこれからですね、また、まあオンライン版で続いて話すかもしれないんですけど、載っていくかもしれませんので、そちらもですね、楽しみにしてください。取材自体は、もう、受けますとは言ってあるので、これだけじゃやっぱ、この書ききれないし、たくさんあるんで、はい、次々ちょっとですね、記事にしたいって言ってましたので、オンライン版かもしれないですけど、乗っていくかもしれません。もう本当に、そうなんですか。取材していただいた方にはですね、知らなかったですね。そうなんですか。やっぱ受けないとわからないですねっていうのは言ってました。そうです。やっぱ実際に受けてみないとわかんないですからね。その試験のいい点、悪い点、どんなものなのかっていうのは受けてみてわかるのでですね。だから実際に受けている人の言葉はやっぱり違うんですよですね。説得力とかも違うので、ぜひぜひ期待していてください。続いてですね、思ったのがこちらですね、東洋経済ですね、東洋経済のこの英語やり直し最短ですね、これに、登場しましたですね、こちらになりました。でこちらでは、トイックに関してですね、のページに、載っています。でトイックに関してですね、まあ、すごいですね、いろんな人が載ってますね、まあ、ですね、最短こんな感じの最短英語とですね、やり直し英語みたいなので、その特集で大西先生とか載ってますね。すごいですね。はい、大西博人先生が載って、で、その後に、トイックのやつですね。で、500点以下のパートではですね、神崎先生ですね、が載っていて、で、その後ですね、目指せ700点ですね、500点から600点台の人、の、ところに、はい、私登場しております。こんな感じで、登場してますので、ですね、ぜひですね、見ていただければなと思いますね。こんな感じでですね、はい、ポーズとポーズをとって、
恥ずかしながらやりましたので、あとそうですね、このトイックで問われる言い換えパターンのですね、例とかっていうのでも、ちょっと面白い形で登場しておりますのでですね、あの役立つ表現載せていますので、ぜひ見てください。あとはまあおすすめの参考書とかですね、あとは重要表現ですね、この設問分かってなきゃいけませんよっていう風に、話して、まあこの動画ですね、このチャンネルでも話していますけども、そこでですね、言ったようなことをですね、話していますので、ぜひですね、見ていただければなと思います。まあ、その他にもね、英語教、小学生向けの英語教育だったりとか、海外ドラマのですね、ページだったりとか、様々なものが載っていますのでですね、ぜひぜひですね、手に取って、見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、こんな感じですね。まあ、あとはケンブリッジですね、あの英語教授法セルター取ってきて、そちらの取材も受けたので、そっちの方も、近日ですね、出てくると思いますね。ぜひぜひ期待してください。今年は本当に、ね、いろいろやります。また取材とかありましたら、もう別に、ツイッターとか、Facebook なんでもいいですので、インスタグラムでもいいですので、ぜひぜひ言ってきてくださいですね。取材はもう今年は積極的に受けていきますので、ぜひぜひぜひお願いいたします。またいろいろ動いていきますので、結構大きいことも、企画してますので、やっていきます。なので、ぜひぜひ楽しみにしてくださいですね。またいろんな人とのコラボもこれから出てきますので、はい、ぜひぜひ期待していただければなと思います。ありがとうございました。Thank you for watching.Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.